洗いたわしやわかぎみは、お目を覚まさせたまいてに、いやいかに中みつよ、夜が明くるやら、村ガラスが告げ渡る、蝶づくれさい中みつよ、とお呼びやれども、何がはや、容易に捨てたる中みつなれば、開けて訪るものはなし、いたわしやわかぎみは、不思議さよとおぼしめし、枕を探りごろうずれば、不思議のもろをこれ探る。金おけ小ごき細つえ、円座みのかさこれ探る。さてはたばかり、お捨てあったは事情あり。例えばお捨てあろうとも、捨てるところの多いに、天皇寺に、お捨てあったよ、曲もなや。美濃と笠とは、雨露しのげと、これはててごのお情けか。杖は道のしるべなり。円座は馬場先に入れて、花柄声と、これは中光が教えかな。この小ごきでは、天皇寺七村を袖ごいせよと、これは警護の教えかな。たとえ肘に思せばとて、袖ごいとてもおすまいと、肘に切っておわします。清水のご保存は、宇治子不憫とおぼしめし、新徳丸の枕神にお立ちやる。いかに新徳よ、恩味が異例、神から起こりし異例でなし。人の呪いのことなれば、町屋へ袖ごいし、命を告げ、とお告げあり。消すがようにうせたまう。神徳夢覚め、あらありがたのご無双や。異例も受けず、父に存起申して、袖ごいを申すにこそ、我が身の恥であろうけれ。異例を受けたに、親の身として育みかね、お捨てあり、袖ごいを申すこそ、てて子のご面目にてあるべきに、さらば教えに任せ、袖ごいを申さんと、身の傘を肩にかけ、天皇寺七尊を袖ごいなされば、町屋の人はご老じて、これなる骨骸人な、物を食わぬか、よろめくは、いざや異名をつけんとて、よろぼうしと名をつけ、一日二日は育めど、ついで育むものはなし。また清水のご保存な、国有よりお告げある。いやいかに新徳丸。おみがようなる異例は、これより熊野の湯に入れ。病本腹申すぞや。急ぎ入れや、と教えあり。消すがようにお見えなし。神徳この世しきこしめし、今のは我が氏神、清水の観世音にてあるやらんと、国宇を三度不死を神、さらば教えに任せつつ、湯にいらばやとおぼしめし、天皇寺を立ち入れて、熊野を通っておひそぎやる、通らせたまうはどこぞこぞ、安倍のご実兆早すぎて、先をいづくとおといやる。住吉死者明神不死よがみ。先をいづくとおといやる。堺の浜はこれとかや。石綱はて通るとき。西をはるかに眺むれば。大網下ろす音がする。目ごとに物や思うらん。大鳥石野だ早すぎて。湯の口千言これとかや。小木の章に聞こえたる。自動堂に安らいたまえば、また清水ご本ぞな。旅の道じゃ富を変化。新徳丸に近づいて。いかにこれなるやもうじゃ。このところの宇徳人が、恩味がようなる骨敷きに、世行を焚いてお通しやる。参りて世行を受け、命を告げと教え。さらぬていにてお通りやる。神徳このよしきこしめし。さらば世行受けんとてお急ぎやるが、
いにしえ文の契約なされたる。乙姫の館と夢にもご存知のお手。堀の船橋打ち渡り。大広庭に突っと立ち。熊野へ通るや亡者に、時量食べとお恋やる。いにしえ知りた人ありて。のういかに面々。あれはいにしえ、館の乙姫の方へ、文の通いなされたる。河内の国高安長者の神徳なるが、何たる因が回りきて、あのようなる異例受けたるぞと、人が沙汰なせば、神徳丸は、目こそ見えね耳の速さよ、面目とおぼしめし、門外裂いておいである、くどきごとぞ哀れさよ、山をさまざまおうけれど、目の見えぬこそもの受けれ、目が見えねばこそ、かくまい恥をかくことよ。たとい熊野の湯に入りて、山い本伏したればとて、この恥をいずくの裏にてすすぐべし、天王寺へ戻り、人の食事を賜るとも、はったと立って、肘にせんとおぼしめし、小木の庄よりひん戻り、天王寺寺仙道に、縁の下へ取り入りて、肘にせんとおぼします。神徳丸の心の内、哀れともなかなか、何に例えん方もなし。三日過ぎて女房たちは、乙姫に近づいてお申しやるわ。いにしえ文の通いなされたる、河内の国高安、信義長者の神徳は、人の嫌いしや亡者となりやり、この館へ世儀を受けにござりた。ありのままにお申しやる。乙姫この良しきこしめし。のういかに女房たち。まことや受けたまわれば神徳丸。渋さの母子に過ぎ遅れ。警母の母の呪いにて。人の嫌いしや亡者となりやり。天皇寺へお捨てやったと受けたまわる。それは自ら尋ねやったは事情なり。さて自らも女房たちと一つになって、わろうたりとおぼしめし、お恨みやろうよ悲しやと。さて自らは夢にも我は知らぬなりと。父母に近づいて、のういかにててごさま。受けたまわれば神徳殿、人の嫌いし三拍者となりやり、諸国諸行と受けたまわる。お暇たまわれ、妻の行方を尋にょうの。父母いかにとお嘆きやる。影山このよしきこしめし。いやいかに乙姫よ。文一つの契約で尋にょうとは何事ぞ。ただ一時もかなうまい。乙姫このよしきこしめし。愚かの父のご情かな。それ人の夫婦とて、80、90、100までそうて、死してわかるるさえ、一旦嘆きあるものを、言わんや神徳自らは、花のお手長露ほども、添い慣れ馴染みはなきものを、良き時は添わおず、悪しき時は添うまいの契約は申さず、悪しき時添うてこそ、夫婦とは妄想に、ただ一時のお暇たまわれ父母の、と嘆きやる。母はこの良しきこしめし、その儀にてあるならば、人を仕立てて尋ねさしょうぞ。乙姫このよしきこしめし。のういかに母御様。我が身にかからぬことなれば、親身にかけて尋ねまい。お暇を賜れと。妻の行方が尋ねたやと。小石の床によふしある。太郎このよし見るよりも、父母に近づいて。のういかにててご様。乙姫が妻ゆえ死すると見えてある。生きて別れたその者に、またもや会うと聞いている。死して別れたその人に、再び会わんと受けたまわる。お暇取らせてたまわれや。父母いかにと申しける。母はこのよしきこしめし。その儀にてあるならば、妻に会うとも会わずとも、こなたへ便宜申さいよと。煎じたる小金取り出し、乙姫にたまわれば、姫君受け取り、肌のまぶりにおかけあり、尋ねいでんとしたまえど、待てしばし我が心、
さて自らは見目が良いと受けたまわる。姿を変えて尋ねんと、後ろに酔いずる前に札。巡礼と様を変え、近木の章、小木の章を立ち入れて、下泉に聞こえたる、死たちの大鳥これとかや。山中三里を、あら妻恋しやとお尋ねあれども、その雪形はなかりけり。紀伊の国へ入りぬれば、川鍋市場をお尋ねあれど、妻の雪形さらになし。木の皮に便箋こうて、向かいに越して道行き人にお会いあり。この街道にて、死後育ちの山王者にお会いないかとお問いやる。御身が連れか兄弟か、晩はせぬと申されける。これは邪見言葉なり。乙姫このよしきこしめし、情けなの次第かな。知らばこそ問いも、知らねばこそ問いもすれ、教えぬ人の情けなやと。涙と共に急げば、ほどなく藤代峠につきしかば。とあるところに腰をかけ、熊の参りのその中に、よもの景色を筆に映さんとせしけれども、心の絵にも映しかね。筆捨てに、筆捨て待つとは申せども。さて自ら妻に会わねば面白もなや。あらわが妻が恋しやな。かほど尋ねめぐれども、雪形さらに聞こえねば。さては女房たちのお笑いやったるを無念におぼしめし、いかなる淵川にも、身投げあったは事情なり。自らも女房たちと一つになって、笑おうたかとおぼしめし、恨みやろうよ、自ら夢にも知らぬなり。熊の絵は尋ねまい、小木の章に戻り、死骸になりとも尋ね合い、戸村はばやとおぼしめし、自らも友ならばやとおぼしめし、藤代よりもひん戻り、かなたこなたと尋ねれど、妻の雪形さらになし、父の肩へに戻り、重ねて暇と申すとも、暇においてはたまわるまじ、とてものついでに髪型を尋ねんと、我がふるさとをよそに見て、西をはるかに眺むれば、大網下ろす音がする。日ごとに目ごとにいいものや思うらん。あが我が妻が恋しやと、尋ねたまえど、その雪形はなかりけり。住吉にお参りあり、尋ねたまうはどこどこぞ。死者明神に奥の院、反り橋の下までお尋ねあれど、妻の雪形さらになし。安倍の五十丁早すぎて、天皇寺にお付きあり、近藤公道六寺道、亀井の水のあたりまで尋ねたまえど、その雪形はさらになし。石の舞台に上がりあり、この舞台にて、稚児の舞をなされたる、新徳丸が恋しやな。もはや泉へ戻る舞、この蓮池に身を投げばやとおぼしめし、神高く言い上げ、たもとに小石拾い入れ、身を投げんとは思えども、待てしばし我が心、尋ねの恋た道のあり、伊仙道を尋ねんと、伊仙道にお参りやって、ワニ口ちょうど打ち鳴らし、願わくは、妻の新徳丸に、尋ね合わせてたまわれと、深く帰省をなさるれば、後ろ道より、弱りたる小姉にて、旅の道じゃかじげ人か、花柄食べとおこいやる。乙姫このよしきこしめし、縁より下に飛んでおり、後ろ道に回り、美濃と笠とを奪い取り、差しうつむいてみたまえば、新徳丸に手をあします。乙姫このよしごろうじて、
新徳丸に抱きつき、乙姫にてござるに、お名乗りやれとありければ、新徳丸は聞こしまし、旅の道じゃか、さのみをなぶりたまいそよ、盲目杖に戸川なし、そこの北前と払いやる、乙姫このよし聞こしめし、乙姫にてないものが、御身がようなる意味じき人いだきつこうぞ、お名乗りやれと、竜帝こがれ嘆きたまう。神徳このよし聞こしめし、名乗るまいとは思えども、今は何よか包むべき。乙姫殿かや恥ずかし、ちぶさの母に過ぎ遅れ、警母の母の呪いにて、かように異礼を受けたるぞや。親の慈悲なるに、我が親の邪険やな。天王寺にお捨てあってござるが、熊野に入るとよいと聞き、熊野の湯にいるよいと聞き、湯に入らばやと、湯にいらばやと思い、熊野を通って参りしに、盲目のあさましや、お身の館と知らずして、施業を受けに参りてあれば、女房たちのお笑いやったお聞きしより、面目ないと思い、肘にせんと思えども、死なれぬ命のことなれば、めぐりおうたよ恥ずかしや。これよりもお帰りやれ。乙姫このよし聞こしめし、おとも申さぬものならば、何しにこれまで参るべしと、神徳取って肩にかけ、町屋に出させたまえば、町屋の人はご老じて、これを哀れと、皆感ぜぬものはなし。乙姫は、母の賜りたる小金をば取り出し、冷酷と白泣いて、神徳はぐこみたまいつつ、脳いかに神徳丸、受けたまわれば清水の氏子のよし受けたまわる、自ら共に参り申すべしと、夫婦打ち連れ、都を指しておのぼりやる、通らせたまうはどこぞこぞ、ながらのお橋を打ち渡り、先をいづくとおといやる。おお楽しく、ちりかき流す芥川、先をいづくとおといやる。まだ夜は深き高月や、末をいづくとおといやる。末は山崎宝寺、関戸の王院を伏しと伏しよがみ、鳥羽に小塚秋の山、お急ぎやればほどもなく、日やが東山清水におつきやる。清滝におさがりあり、三十三度のこりをとり、御前にお参りあり、ワニ口ちょうど打ち鳴らし、ナムヤ大妃の関税を、受けたまわれば神徳丸は、氏子のよし受けたまわる。山を平勇なしてたまわれと、深く奇声をなしたまう。その夜はここにおこもりあり。夜半ばかりのことなるに、関税女ゆるぎいでさせたまいて、乙姫の枕髪にお立ちあり。いかに乙姫、昔が今に至るまで、人の頼むに頼まれより、警母の母が参りつつ、丸が前に十八本釘を打つ。都の神社社に打ったる釘の数、百三十五本と聞こえたり、丸をさらに恨むるな。明日下校するならば、一の木座橋に堀ぼうきのあるべしぞ。神徳丸ひったて、神から下下から神へ、全財やれ平勇なれとなずるものならば、病平勇あるべきとお告げあり。消すがようにお見えなし、乙姫かっぱとおきたまい、あらありがたのご無双やと、お前三度不死よがみ、ご下校なさるれば一の木座橋に、鳥ぼうきのありけるを、はばり下校申し、羽生の小屋に下校あり、神徳丸をひったてて、神から下か下から神へ、全財なれと三度なでさせたまえば、百三十五本の釘、はらりと抜け、元の神徳丸となりある。
と姫名の目におぼしめし、新徳丸に取り付き、さてもめで楽しだいとて、御喜びは限りなし、夫婦ちつれ、お前にお参りあり、33度の礼拝を立て祭り、さらば下校もさんと、宿坊にご下校あるこれはさておき申し、河内の国におわします、信義殿にて、物の哀れをとどめたり、人を憎めば身を憎む、半分は我が身に報いてござるなり、継母の母の形へは報わいで、信義殿に報うてあり、両眼必死とつぶれてに、これはこれはとばかりなり、もはや身内の者までも、思い思いに落ちゆけば、身は貧等になりぬれば、河内の国高安にたまられず、丹波の国へ、浪人とぞ聞こえける。これはさてもしも、これはさておき申し、このこと泉の国に漏れ聞こえ、影山長者このよしを聞こしめし、太郎を近づけ、いかに太郎、受けたまわれば新徳丸は、病本伏したまいて、都にましますよし受けたまわる。泉の国300町に人を回し、急ぎ向かいにあれとありければ、受けたまわるとて、お供の用意して、都を指しておのぼりやる。急がせたまえばほどもなく、堺の裏にて新徳丸に対面なされ、名の目ならずにおぼしめし、新徳丸はお馬に召され、乙姫は網代の腰に召され、あまたの音も引きぐして、ざざめき渡り、泉の国へと急ぎやる。お急ぎあればほどもなく、小木の小二ぞをつきやる。影山長者は新徳丸に対面あり、御喜びは限りなし。母上乙姫に近づきて、さてこのほどの浮き旅が思いやられて候と、嬉し泣きにぞ嘆かるる。母上申されけるは、昔よりも申せしは、嬉しいにも涙なり、また悲しきにも涙なりと申すことのありけるが、自らがこの涙、それがしにおうたることの嬉しやなと、その時のありさまを、何に例えん方もなし、新徳丸をおせけるようは、それがしが目の見えぬ時に、人の恩情受けてあり、そののし見知りてあるならば、今それとても返そうが、その人知らず、その種見知らず候ほどに、数の宝を引き満たし、安倍のが原にて、7日の間、世行を引かせやる。このことが丹波の国へ漏れ聞こえ、信義どもは、我が子の世行をおばしろ示されず、御代若君引きぐして、能勢の里を立ち入れて、安倍のが原に世行を受けに入れたまう。世行の場にもなりしかば、大の子は根を差し上げて、疲れ果て上にお呼びしに、世行を食べとこいたまう。身内の者どもこれを見て、あれこそ河内高安、信義長者のなれの果てよと、一度にどっと笑いける。信義きこしめし、いずまじ者を、入れて者浮きわが身やと、世行の場を逃げたまう。若君ごろうじて、座敷より飛んでおりさせたまい、するすると走りおり、のおててごさま、新徳参りて候と、抱きついてぞ泣きたまう。女みだの暇よりも、かの取り棒きを取り出し、両岸に押し当て、潜在なれ、平友と、三度撫でさせたまえば、ひしとつぶれし両岸明らかになりしかば、御喜びは限りなく、かかるめでたきよりから、こなたへと生じ、御代音の次郎に、早くいとまとのご上あり。
受けたまわるとて、お知らすに引き出し、首切って捨てに切る。その後は鍵見父上もろともに、河内へ下校なされつつ、数の館立て並べ、母上様の紅葉とて、峰には塔を組み、谷には堂を建て、大河には船を浮かべ、小川には橋を架け、数の恩宗供養し、よきに御菩提といたまう、試し少なき次第とて、完全ぬものはなかりけり。